はいどうも、ケンニです。よろしくお願いします。ということで今回はですね、はい、リベンジじゃ、リベンジなんじゃ。はい、ということで今回、ガチャの方のねリベンジをしていきたいと思います。はい、通算ね、黒ひげとシャンクスにかけたダイヤ、今回で1800個目になるんですが、はい、未だに確定以外当たっておりません。はい、どうしましょう。はい、ということで今日引くしかない。そうということでね、ミッションクリアすれば、200個、まあ、追加でもらえるということだったので、それをもらってそれをぶち込みたいと思います。はい、ということでね、まあ、前回惨敗だったんですけど、はい、まあ、求めるは、まあ、もちろんこの2体、動画の絵面的にこの2体はもちろん欲しいところなんですが、一生も欲しい、サボも欲しい、カイドウもクマもジンベエも、はい、カタクリもビッグマムも、うんうんうんっていう感じで欲しいんですよ。とりあえず欲しいキャラがいっぱいおる。うん、まあ、あの素体はあるけど、なんかレベル60とか、はい、70とかで止まってるキャラがまあまあほぼほぼそこら辺ばっかなので、まあサポーターメイン、そう、サポーターも強くするために頑張りたいと思います。はい、ということで、こちらの、まあ、0.2% の方にしようかなとも思ったんですが、まああえて、まああえてでもないんですが、まあこちらの方 0.1% の方、 0.2% じゃなくて 0.1% の方をやっていきたいと思います。はい、まあ 0.1、0.1、0.2% っていう形なんでね。はい、まあということでこちらを頑張っていきたいと思います。はい、今回こそ、もう前回の動画たくさん見てくれてさ、もうまあ2000ぐらい行ってるんだけど、でその中で当たらずさ、うん、いいねもくれてるし、うん、きっとみんな飯馬だったんだろうな。はい、ということでね、多分なんか当たればなんかバットが多くなるそう多くなりそうな気もするんですが、まあ当ててやりたいと思います。はい、今度こそ1800個目ですね、これで。はい、行きたいと思います。はい、それでは一発目いきます。頼む、いきますぜ。第1投です。それいけパンパンパン。はい、うわー絶対おもんない、当たったー、パン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 ね。はい、行きましょう。はい、ということで、いきなり、お、当たった当たった、あ、ジンベイ、わしのことはジンベイと呼んでくれ。ジンベイ嬉しい、持ってなかったんすよね、ジンベイ。いやー嬉しいっすね、これ幸先よくねえか、幸先いいね、ジンベイ。あー、そのお腹をずっと触りたかった俺は。ありがとう、出てきてくれてありがとう、本当に。いやーちょっとね、いやもう前回にしてもそうなんですけど、一発目にね、あのキャラクター4が確定のやつが来てくれたんで、まあ良かったと思います。ってことはこれは前回と一緒で3体いたりする、3体いたりするかな、これ。うーん、ちょっと形はジンベイ。よし、いや、とりあえずあれかな。いや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 、もう今日はよく出しまくろう、よく出しまくろう。うん、まだ来い、まだ来い、ピャーンっつってよく行こう、こっこっこっ、あーと、まだまだいっぱい100になってへんねん。あ、でもジンベイ、ジンベイ当たりましたよ。はい、いいっすね、初拝みですわ、ジンベイ。ありがとうございます、本当に。今更ですが、ジンベイです。はい。あー、キャッキャッキャッキャ、いいぞ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 。よし、ステップ2。いや、もう今回は、各1回ごとに1体以上は出したい。うん、それぐらいの気持ちでいこう。はい、いきます、2投目。いくぞ。パンパンパンが良かったからな。うん。それいけ、パンパンパン。よし、パンパンパン。まあ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 、まあまだわかんないですからね。うわー、きたー、ビー、え、なに、え、なになに、俺とやる気ない、あ、ビッグマムやん、これも持ってなかったんですよね、これも持ってなかったんです。はい、びっくりした、あの手の上げた感じ、イワちゃんかなと思ったけど、あー、よかったっすね、ビッグマムですよ。はい、
まあ今更なんですが、まあはい、まあお互いに素体をゲットできたと。はい、まあこれも良かったかな。うん、はい、まあね、あの雷を出していつか敵をいじめたいなと思ってたんですよねいやーちょっとね、もう、うん、よく出していきたいよ、よく出していきたいよ。ここもう一体ぐらい行こう、流れに乗っかえろ。いやだパン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 は絶対行ってはくれるのかな。あーしよ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 しじゃない、来ない来ない。いやーそれやなんかみんなみたいに3体4体とか当ててね。はい、まあとりあえず、はい、マムちゃん来ました。あーオッケーオッケーオッケーです、これはオッケーです、もうマジでオッケーです。はい、ジンベにマム、オッケーオッケーオッケー。まあこれからダブっていこうか、ダブっていこう。うん、よし行きましょう。今ね全部左手でやってるからね、これ左手でいこう今日は。うん、よし頼むぞ。絵面的にはまあ最高だ。行きます、それいけ、パンパンパン。よし、今なんか音的に完璧だった、パンパンパン。あー一体目じゃないか、いやー頼むぞ頼むぞ頼むぞ。今いい感じで来れてるような気はする。いいから一度ぐらいシャンクスと黒ひげに出るやつを見せてくれ、頼む頼むぜ。うぅだっ0.1% の壁がでかすぎる、マジで頼む。うぅあーだーだい、あかん今回、やばいかやばいか、いらんよいらんよそういう、あーちょ来てくれていいよ。あーあああもうガチャポイントがたまったはい、じゃあまあとりあえず、はい行きましょう。あと20連かまた追い込まれるぜ、くそパンパンパンの呪いが消えてしまったよ。まあ左手で今日は行きましょう、引きがいいんで。あえて右ちょっと行ってみるか、右手で、右手で行ってますか、行きましょう。よし、シャンとヒゲどっちでも来い、もうこれは素直な気持ち。あーかん、もうちょっと本当に怖いマジで怖いマジでマジで通算いくつよ、頼むぞ。あなんか来た、あじゃあじゃあヒゲ違いやねお前、ヒゲ違いじゃ、ヒゲが違うんじゃ、ヒゲがどうしてもいつも違う、どうしてなんじゃ。まあ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 、まだ100じゃないキャラが出てきてくれただけ感謝です、はい感謝です、はい感謝です、はい感謝ですよ、本当に感謝。もしもーし、おかしいね。おかしいのはてめえだよ。まあ100じゃないからいいんですよ。100じゃないからよしとしよう。やばいな、緑に今回好かれすぎなんすよね。うん、マム、キザル。でさっき誰だ、もう誰が当たったか印象が薄すぎた。あいや別に緑に好かれてるわけじゃないな、さっき白ひげか。いやー松ぼっくりぐい、あーレッサペイ、あまだいた、下っ端どもか、さっさと倒せ、持ってません、やっとてもう今更なんだけど、今更なんですよ、ローちゃんローちゃん。はい、白いギガ80になりました。はい、まあでもまあ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 いい引きした、うん、ボルサリには95ね。はい、あ100じゃなかったんだ
そうですね、あんまり緑属性今使わないので、あの全然把握してないですね。あーでもまあまあ今5体1体2体3体5体でしょ、確率はめっちゃいい、いい感じで来てる。でも結局これ最後何も引けなかったらまあそんな変わんないんでね、ここはちょっと欲出していこう。ラスト頼むぞマジで。うん、でも今日ゲットしてないやつを、持ってなかったやつを3体ゲットできたんで、いい引きはしてるはず。うん、いきましょう、ラストラストよ、来いよ来いよ、もう来いよ、頼むから。待っていきます、せーの。あーじゃあ待って、ここは最後なんか安心が欲しかった。よしよしよし、まあ行きましょう。はいーゲッター。はい、そしてディフェンダー。はい、当たったこよ、当たったよ、当たったかったったはいゲッター。いやちょっとやばいな。うん、はい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 、あー収束したな、これ収束したのが、もう収束したのが、はあ、もう超フェスのガチャ引きたくねーマジで超フェスのガチャもう引きたくねーお前10個で何声優ね、10個ここで何せ言うんじゃ。とりあえずあの確定のやつ引きますか。まあとりあえず最初あの黒チケの方を紹介したいと思います。はい、まあ、これ どっち当たってほしいだろう。まあどっち来てもしょうがないですよね。まあとりあえず運任せで、はい、運命に委ねましょう。はい、どっちでしょう。ゲッターだったかな今。あ違うか、マゼランか。直々に俺が、はい、マゼランがこれで70かな、多分70っすね。はいっていう感じで、マゼランもね欲しいんすよね、強いんで。はい、まあなんでこれはまあ別におまけなんで、はい行きましょう。星4キャラ1体確定なんで、はい、ここで別にシャンクスと黒ひげ持ってきちゃえば、まあぶっちゃけウィンウィン。うん、誰がウィンなんか分からんけど俺だけやんな。よし行きましょう。もうそんなんこんなん言ってても、いや頼むぞあー行くぜ。さあ確定だからもう10体ぐらい星4来なさい。はい、星4 10体確定です。はい、星4 10体確定ガチャです。はいどうぞ。何体いるだろうね。よし、2体目。はい、あ、だ、ディフェンダー、ディフェンダー。白ひげ違いやねん。白ひげだ。はぁ、あ、ちょっもう。いやぁ、ひげが違うんだなぁ、もっと。ねぇ。ひげが違うんじゃぁ。違う。あーちもう一体ぐらいじゃあくれない？もう一体ぐらいくれようよ。うん、そんな言うならさ、もう一体ぐらいくれよ。うん、もう一体ぐらいないかな、ないかな、そんな優しくないかな。もうついでならなんか、うーこれ終わりかな、終わりかな。肩こりさん、はい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 、もう許そう許そう、肩こりもまだ育ち盛りだしね、許しましょうサポーターが若干強くなっただけでしたね。もうため息しか出ない。
まあよかったんかな。まあ超フェスのガチャを引いてこれってまあまあどうなんですかね。でね、一つ怖いことが、まあ、あんまり意識することではないとは思うんですが、情報も降りてないので、こういうね、ダイヤをすっげー消費させるものが出た後、強キャラなんか出てきそうなんですよ。はい、出してきそうなんですよ。まあこれが単純な話なんでかっていうと、ほとんどの人がダイヤをこう消費するわけですね。まあ黒ひげシャンクス持って100じゃない人以外は、はい、ってことはみんなダイヤカラッカラになるわけですよ。そこでね、課金を促すために強キャラを出してくると。はい、これが1周年の時にそうなんですよね。黒ひげが1周年記念やと思って黒ひげでみんなダイヤをめちゃめちゃ消費しました。もうみんなすっからかんです。はい、でそんな中でね、本当の1周年記念はシャンクスだったというみたいな感じで、シャンクスが1週間後ぐらいに出てきたんですよ。はい、っていうことはそこでまた皆さん課金しないといけないわけで、そんな短時間でダイヤはたまんないんでね。はい、っていうことがね、まあもしかしたら起こり得るかもしれません。はい、まあ起こりようがなんだろうが当たるやはい、まあということでね、まあ今回はまあこんな感じのリベンジならずと、はい、いうことで、そうですね、もう一回ぐらいリベンジしようかなっていうふうに今考えております出したい、普通に出したいんで、ぶっちゃけ。はい、まあなので、まあもしリベンジまたあればぜひ応援してくださいはい、ということで今回はもうガチャ動画だけになります。はい、